新選手です。今回なんかすごく出来がいいという。そうですね、最近調子いいんですけど。最近ずっと成績も安定してるね。そうですね、はい。これついでに優勝しちゃったらまだ準決勝まで、はい、いやいやこれね、いやずっと見て思ったんだけど、優勝してもグランプリ出れないんだよね。あ、そうなんですか。違反でしょ。はい。あ、そうなんですね。今季ずっと12月まで2班でしょそうです、はい、なんか出れないみたいよ。あ、そうなんですか。一回やってみたら。そうですね、そういう選手が勝ったら、はい、これどうなるんだろうみたいな本当です。いや、まあ、一応狙っていきます。当然だよ、もう27分の1なんだから。そうですね、はい、ね、頑張ります。そういうの大事だと思うよ、はい、で、あの、なんで出れないんでしょうみたいなね、はい、で急遽来て帰るとか、はい、中野さんに任せますまあでもね、判断もね、非常にいい感じで切り替えたし。そうですね、もう、はい。なんかね、変わったことがあるの、練習とかで。なんか、あの、外人と一緒の開催になった時に、うん、まあ、なんか空気抵抗のこととか、うん、筋トレとかその辺を聞いて、うん、その辺から良くなったっすね。やっぱりそれ参考になった。あ、参考になりました。え、練習はどこでやってるの。練習は熊本でバンク入ってます。バンク中心。そうですね、もう街道はほとんど行かないです。行かないの、はい、山形でしょ。お家。そうです。山川から遠いじゃない。あ、でもなんか上戸もそっちの方なんで、うん、上戸行ってそのままバンク行くような感じです。じゃあ結構早く出て帰ってるの遅かったりとか。まあゆっくり出て遅く帰ってくる感じですかね熊本の何、空気はどうよ。合うの。あ、うん、合います。合うの、はい、馬刺し美味しいし馬刺し美味しい、はいはい、そうか。じゃあ今回ちょっとね、あの、九州勢がね、あの、最近あんまり良くない方が多いんで。そうですね、はい、しっかりみんなをびっくりさせるように。はい、本当ですね。優勝しちゃったけどグランプリどうみたいな話になると楽しいから。はい、わかりました。頑張ります。ね、頑張ってね。はい、ありがとうございます。はい、新選手です。優勝してもグランプリ出ないみたいなんですけど、こういう選手が優勝するとね、結構面白いと僕は思うんだよね。